皆さん、はじめまして。ジャパン・ルネッサンスにようこそ。本チャンネルは、日本文化最高を目的とした放送番組です。皆さんこんにちは。ジャパン・ルネッサンスの野生住と申します。本シリーズは、政治学者西部住長、保守思想のための三十九章の朗読です。西部先生の思想の世界をご堪能ください。 31章市場の査徹取引が危機の波乱に不近する保守思想はその元来の姿勢からすればアメリカ流の個人的自由主義と自由的合理主義に馴染むものではない自由も合理も歴史の良識に裏付けられていないならば人間とその社会を腐食させたり硬直させたりすると 保守思想は考えていたまたその良識の代わりに世論を持ち込むなどという民主主義のやり方は保守思想の取るところではなかっただが20世紀の中央あたりからこのことが忘れられ始めた全体主義は自由主義の一つの帰結にほかならないつまり独裁者に喝采を寄せたのは民衆だということである。それなのに全体主義が 自由民主主義の敵であると誤認されたその誤認に基づいて自分は保守思想の流れに差をさしていると標榜する者の多くがアメリカ流の自由民主主義に寄り添うという愚かなる振る舞いに出始めたそういう動きに決定的な影響を与えたのが反全体主義の思想的投資ハイエクである彼の市場来算論とも言うべき経済論が アメリカの自由民主を正当化してくれるとみなされたわけだ。ハイエクは、社会哲学の方面においては、その法、自由、そして立法に表現されているように、保守秩の態度を歩んでいた。しかし、市場に関してはそうではない。官僚的計画を批判するという脈絡で、市場的競争が社会に調和的な発展をもたらすという楽観論を彼は組み立てた。 そうならば、ハイエクの社会哲学が市場競争に極めて高い価値を置いているアメリカニズムへの弁護論として悪用されたとて、驚くに当たらない。我が国においても、ハイエクに依拠して全体主義を打ち、そうすることがアメリカニズムに迎合する道だと構えている知識人が後を絶たない。ましてや、台北敗戦のトラウマにとらわれているのが日本の大方の知識人なのであってみれば、 その傾向は、いまるところを知らないといった調子である。また、市場理論の側でも、いわゆる市場の失敗を微妨するための理論的模型を工夫するのに余念がなかった。例えば、道路や公園や警察のように、コレクティブに、つまり集合的に消費される財については、その需要と供給をめぐって、諸個人の自由で合理的な契約によるクラブのような制度が作られるとしておけば、 いわば純市場的な解決が可能だとされた。またいわゆる規模の経済つまり大規模生産の効率性による独占河川の発生ということについても独占禁止法のような法律的制度によって対応できるとしてきたさらに未来の不確実性とそれに基づく情報の不完全性ということについても 確率的予測が可能だとしていわゆるコンティンジェンシー偶発性という条件付きの商品に関する市場制度を設ければ経済取引における合理的自由の範囲を拡大させるとされたこれが近代経済学の前半世紀後半における趨勢なのであったしかし制度の形成は個人的のみならず集団的な自由のみならず規制をも伴う ままた合理的的とというよりも情動的な所要因と諸をを含まざるを得ないだから経済学における市場理論の自己正当化はおおむね模型いじりという学者の気休めに終わってきた実際には集合罪をめぐっては公共当局の政治的な意思決定が民主主義政治によって振り回されるまた独占・河川については市場の 不安定競争が激化する不確実性に関しても未来期待の動揺が打ち続くといった時代になっているそうであればこそそれらの混乱は市場化の不徹底のせいだとするエコノミストたちの強弁も一層強いものになるつまりこうした現実を孤とするイデオロギー的な外皮として市場理論が利用されているのである。 中でも重大なのは不確実性の要因である制度形成における政治や法律の過程はもし不確実性という要因を無視してよいのなら合理化することが可能となるまたその合理性の次元で諸個人が自由に行為すると捉えることもできるしかしこれまでも何度か指摘してきたように不確実性のうちには確率的な危険リスクのみならず 非確率的な危機、クライシスがある。しかもその危機は人間自身の中にもちろん非確率的な過程で新しい仮説を考え出す能力があるという事実に起因しているこうしたものとしての危機はもはや合理性の次元にない危機とは起こりうるすべての諸事象の確率が均等であるということをいう。 といい。うのは奇弁に過ぎない将来の事態についての確率がどんなものであるかを想定することそれ自体が人間現象が本質的に一回限りのものであるからには不可能に近い結局市場主義によって市場機構が混乱に放り込まれるという事態がまだ続いている加えて巨大資本移動が行われている国際市場では変動為替は各国の貿易収支を 進行させるようには働かない。つまり国際市場に貿易の黒字国と赤字国がそれぞれ偏在するという状況が生まれるそれは国際市場が不均等によって悩まされるということに他かならない。逆言すると今の世界は各国においても世界においても1930年代とかなり類似した姿になりつつあるということである。 市場はそれれ自身のコースををって、て国際社会ひさせているのだ。結局現下の経済がまさにそうなっているように集合財における社会的な不均衡独占・下占に関わる市場競争の不安定不確実性をめぐる期待の不均衡そして国際経済の不均衡のせいで市場経済が混乱に見舞われる。 計画機構ほどではないにしても市場機構は悪性の機能障害に襲われているのである一言で言えば人々の期待がユーフォリアにかかる時市場はブーム膨張に舞い上がりそれがニューロシス神経症に余る時市場はバスト破裂に沈み込んでいく。 それにもかかわらず市市場場化のの推進によって、人々の市場活力を引き出そうそうするのが未来への唯一の方策であるかのように自由主義圏で喧伝されているそしてその喧伝をさらに煽るためにヨセフ・シュムペーターの「創造的破壊」という概念が引用される始末ときている「クリエイティブ・デストラクション」「創造的破壊」の概念は明らかにご用されている。 その概念は破壊の中から創造が生まれるという爆耳もどきのことを言っているのではない新たな創造への活力というものが人々のうちにまずあってその創造的活力が具体的に発揮されることにより古い制度が破壊されていくそれが創造的破壊ということなのだそれにもかかわらず例えば我が国の失われた90年代ではまず九州を破壊せよ そうすれば新規の創造が生まれるとはやされているそもそも経済学にあって市場活力などという概念は存在しない経済学にあるのは市場のバイタリティ活力ではなくインセンティブ誘引の概念のみであるつまり投資や消費の活力がありとせばそれを市場への需要として誘い出すには低金利による資金コストの引き下げや 所得減税による過処分所得の引き上げといった要因が必要である。といった話しか経済学にはない。ということは、現在の日本経済におけるように、投資活力も消費活力も低迷しているなら、ゼロ金利でも投資需要は増えず、いくら減税してもその分だけ貯蓄が増える。といった事態になる。それもそのはず、未来に対して人々が新たな欲望を 教室すべく待ち構えているという見通しは市場には全く与えられていない。そんなところで市場活力を煽ったとて、笛吹けど踊らずの結末になるのは目に見えている。人々の潜在的な欲望が未実現であるとしたら、あるいは人々が欲望の未充足を強く感じているとしたら、 それは市場は人々の私的な欲望を実現させる場所にすぎない人々の公的な欲望は市場機構では解決されないここで公的欲望というのは集合財への欲求のことばかりではない社会の金制安定均衡を望む欲求はすべて何ほどか公的である市場の時代というのは金融 陶器を胸として動き始めたアメリカ資本主義に飲み込まれた者たちの委託原因に過ぎない。少なくとも先進諸行については、公的分野が充実させられるということの関わりでしか、市場活力の長期的展望が切り開かれそうにない。少し大胆に言えば、公共性の時代と見るべきところ、市場の時代と、 確認したこの「新世紀冒頭」の世界が暗雲に包まれているところの根本因はこれなのであるそういう事態を招き寄せたのは冷戦構造の崩壊あるいはソ連帝国の瓦解に自由民主主義の勝利を見るという現代人の安直な世界観である。自自由それ自体は例えば テロルの自由を呼び込むほどにに社会にとっては破壊的であり得る民主それ自体も例えば衆偶政治に堕落するほどにまた逆に独裁者への勧誉の声に狂うまでに哺乏しーるそうした破壊や堕落に対してアメリカの自由民主主義はコンサーバティル防腐罪を持っていないつまり 歴史的良識をコンサーブ保守するという国民的な作業に基づかない自由民主は所詮、市場における合理的自由の祭典の中で酔ったり泣いたりの結末に落ち着いていく。市場という私心の場が人間の潜在的な公の心から有利した時にどんな事態が持ち上がるか。 そうした無残な実験をやるのが市場の時代なるものなのであるではまた会う日までまた会える日までさようなら。